兵庫県道23号三木市総線は、兵庫県三木市と思想市を結ぶ県道である。以前は、兵庫県道23号三木山崎線だったが、思想市発足に伴い2006年4月1日、兵庫県国時代418号の2で、現在の路線名称に改称した。起点小野市市場長官は、国道175号の旧道である。小野市、市場町小野市敷地長官には、 国道175号との徴用があり、そのため変則的なルートを取る。それは以下の通りである。姫路市安富町の安市南交差点から終点までは国道29号との徴用である。そのため、市総市内の道路標識では東道路の表記がない。2013年9月の台風第18号の災害により、加古川を渡る淡田橋の橋脚が、 川床っ屈により沈下する等の大きな損傷を受け通行止めとなり、掛け替え工事を行い、2016年7月9日に復旧、開通した。兵庫県三木市の市街地部分を通過する経路を避けるために、三木市別所町工木から同市末広まで建設されている全長 0.98km のバイパスである。2006年度から建設が進められている。 美濃川に架橋されている火事や橋部分の 0.48km は2020年9月26日に開通した。残りの兵庫県道20号加古川三田線までの 0.34km は2021年度に開通予定である。火災市北条町成功室から北条に至る全長 660m のバイパスである。2019年4月13日に開通。 主要施設名所、旧席、観光地、ありがとうございます。